都心に残る唯一の路面電車、都電荒川線。下町情緒あふれる都電荒川線の停留場周辺地域で、歴史や文化、グルメのおすすめスポットを巡るこのコーナー。3回目の今回は、荒川2丁目停留場と荒川7丁目停留場周辺を街歩きです。皆さんこんにちは、リポーターの伊藤彩香です。まだまだ寒い日が続きますが、少しずつ春の足音が聞こえる季節になってきましたよね。今回も都電の街荒川の魅力を写真に収めながらお散歩しますよ。それでは早速行ってみましょう。今回の街歩きは荒川2丁目停留場からスタート。一体どんな出会いが待っているんでしょうか。あるんですけど気になりますね。あ、ここが入り口ですかね。あ、いらっしゃいますよ。こんにちは。外から見てたんですけど、ここすごい広い敷地ですよね。何の施設ですか。はい、ここはですね、東京都下水道局の三河島水再生センターといいます。水再生センター、はい、具体的にはどんなことをしてるんですか。はい、荒川区にある住宅や事業所から排出された下水はすべてここの三河島水再生センターに集められます。そしてきれいにした後、隅田川に放流しています。それがここで行われてるんですか。はい、この奥で記念しています。ちょっと中見せていただくことってできますか。はい、ではご案内します。お願いします。はい、おー、この上は公園に。はい、ここはですね、今歩いているところは第一神殿地といいます。下水にはいろんなゴミが入っているんですけども、ここでは水をゆっくり流しながらその細かいゴミを沈めて分離して取り除く、そういう働きをしています。まずは大きなゴミを取り除くのがここ。ここです。第一沈殿地、次は反応層というところに。反応層、はい、こちらです。はい、はい、これがですね、水再生センターに入ってきた下水なんですね。はい、この濁った下水を、先ほどの第一沈殿地をゆっくり通すことでゴミを沈めます。はい、ただし沈めた後もまだ汚れ残っていますので、この汚れをこの反応層で処理します。反応層っていうのはどんなところなんですか。うん、生物が汚れを分解するのがこの反応層です。生物。はい、この茶色く濁っているのが生物で、通常私たちは活性汚泥と呼んでいます。この活性汚泥が汚れを食べて、きれいにします。この茶色い色は微生物の色なんですね。はい、微生物が汚れを早く分解できるように空気を吹き込んでいます。つまりこの空気は微生物の働きを助けている。ああ、なるほど。なのでちょっと泡が出ているわけですね。はい、そうです。薬ではなくて自然の微生物の力を借りて水をきれいに吹き出しているんですね。はい、それが下水処理の特徴ですね。では次参りましょう。はい、こちらが第二沈殿地です。良いでしょ。はい、池がたくさんありますね。おー、先ほどの茶色い水がこの池に流れています。はい、うんうん、で微生物が沈殿すると上に綺麗な下水が残ります。だいぶ綺麗になりましたね。はい、すごい。でここである程度綺麗になった水は、はい、さらにどこに行くのか。この後ですね、塩素を入れて消毒して、うん、衛生学的な安全性を担保した上で隅田川に放流しています。じゃあここまでは自然の力で、はい、きれいにして、この先は薬を使って消毒をしていく。はい、続いて案内していただくのは、これは平成19年にですね、国の重要文化財に指定されました、あの日本で最初のですね、近代下水処理場の旧三ヶ島水処分場、ポンプ場施設でございます。日本で最初の下水処理場ですか。はい、はい、ちょっと中見せていただけないですか。はい、じゃあこれからご案内いたします。お願いします。はい、はい、どうぞ。はい、
ヘルメットを装着し階段を降りると、すごいトンネル、声が響きますね。なんだか探検してるみたいですね。ここにはですね、汚水ポンプが10台設置されていますが、10台、そのうちの1台だけですね、はい、運転してた当時に戻し復元してですね、ここに展示されております。これですか、はい、この大きい筒のようなものがポンプ、ポンプの吸い込み管ですね。結構な太さありそうですね。これ合計がですね、80センチあります。80センチ、すごい。これで勢いよく水を吸っていたわけですね。そうです。最後は赤レンガ調のおしゃれな外観が特徴のポンプ室を見せていただきました。この施設の中に入ると大きなポンプでしょうか、はい、何台も並んでいるように見えますが、こちらは何ですか、はい、これがですね、横軸の渦巻きポンプといってですね、はい、日本で最初に作られたポンプなんかがここにあるんですよ。地下で見ていただいたですね、はい、鋳鉄製の吸い込み管はですね、このポンプの下につながっております。じゃあ先ほど見た大きな筒ポンプから汲み上げたお水はここに入って、ここで跳ね車まで遠心力でですね、圧力をつけて高いところへ送ってるんですね。こちらで汲み上げられた水というのはこの後どうなるんですか。この先はですね、先ほどご覧になっていただいた下水の処理施設の方に送られるんですね、はい、最後は隅田川へ放流されますから、ね、なるほど、はい、先ほど見せていただいた工程を経て隅田川へ流れていくわけですね。はい、はい、その通りです。今回伊藤さんがお邪魔した三河島水再生センターと重要文化財の旧三河島汚水処分場ポンプ場施設、どちらも見学を受け付けていますので皆さんもぜひご覧ください。さあ街歩き再開、荒川八丁目を歩いていきます。この辺は住宅街ですよね。あ、焼き菓子工房アトリエ N って書いてありますよ。いいですね、入ってみましょう。ドアもかわいい。こんにちは。はい、こんにちは。あ、お店に入った瞬間ふわーっと甘いいい香りがしますね。棚にぎっしりクッキーやケーキ、いろんな種類ありますね。おお、あ、ここにはアラボーとアラミ、かわいいですね。おすすめって何かありますか。そうですね、今の時期季節限定になりますいちごのシフォンケーキとか、あとはこれから春先に向けて出る春のダクワーズがおすすめです。なるほど、ではこのこれかな、春のダクワーズといちごのシフォン、すみません、はい、これいただいてもいいですか、はい、おすすめのものを。ありがとうございます。はい、じゃあすみません、いちごのシフォンいただきます。もうね、ふわふわなんですよね。指先から伝わるこのふわふわ感がたまりませんよ。いただきます。いちごのちょっとした酸味が効いていていいですね。で、いちごのちょっとつぶつぶ感っていうのも少し感じることができるんですよね。中におそらく果肉も入ってると思うんですが、これは今しか味わえないですよね。ピンクが綺麗ですね。いただきます。あ、桜のいい香りですね。ほんのり甘くてちょっとうっとりするような甘さですね。
おいしい。でほんのりよもぎの香りが後味で香ってきますね、はい、和風なスイーツですね。そうです、春にぴったりの。これは春らしい一品ですね。あ、荒川自然公園ですよ。せっかくなのでちょっとお散歩しに行きましょう。あ、さっき見せていただいた水再生センターの施設が見えますね。水再生センターの上にこの公園があるっていうのが分かりますね。上から池が見えますよ。梅がもう咲いてますよ。綺麗。いいですね。小さい春見つけました。荒川自然公園で春を感じ、停留場まで戻ってきた伊藤さん。続いては由比の森荒川へと向かいます。どんなところかな。あれ？え？本日は休館日です？嘘。じゃあ入れないんですかね。せっかく来たのに。入りたいな。あ、誰か来てくれましたよ。すみません。今日休館日なんですか？はい、休館日なんですけども、本日は特別に中をご案内いたします。え、いいんですか？はい。あ、じゃあ中入れてください。はい、ありがとうございます。いいんだって。今日は休館日ということなので、何やらまた新しい展示の準備中ですかね。外から見てもおしゃれだったんですけど、中もモダンな作りでおしゃれな空間ですね。今回は3階企画展示室で開催中の昭和の荒川懐かしの写真展を見せていただきました。白黒の古い写真がたくさん展示してありますよ。あ、荒川車庫前、昭和初期の写真ですね。あ、箕輪橋、これも昔の都電ですね。やっぱり荒川区の昔の写真には都電が欠かせないわけですね。昭和の時代の荒川をここで感じることができるんですね。なんだかちょっとタイムスリップしたみたいな感覚ですよ。お腹が空いてきました。なんか食べ物屋さんないかな。あ、ここご飯屋さんじゃないですか。こんにちは。いらっしゃいませ。こちらはどういったお店ですか？手打ちのこだわりの蕎麦屋です。お蕎麦屋さん、はい、何かおすすめのものってありますか？それは平日限定のランチで、小エビのミニ天丼とお蕎麦のセットなんていかがでしょう？美味しそうですね。お腹ペコペコなのでそれお願いします。はい、かしこまりました。はい、お待たせしました。ミニ天丼のセットになります。おいしそうですね。お蕎麦だけでなくミニ天丼もついてくる、はい、豪華ですね。ありがとうございます。おいしそう。大根はお蕎麦の上に乗せていただくとおいしいと思います。そうなんですか、はい、薬味はじゃあお蕎麦に乗せてお蕎麦と一緒に。はい、いただきます。うん、うん、弾力があって、うんうん、美味しいですね。で、あの大根おろしをおつゆに溶かさないで一緒に食べるっていうのが
すごくキリッとして味が締まって美味しいですね。はい、うちではお蕎麦の香りを邪魔しないように、うん、わさびではなく辛味大根を使っているんです。うん、ちょっとピリッとするんですが、はい、これがまたいいアクセントになってますね。はい、小エビがこう1、2、3、4、5、6匹7匹、はい、たくさん乗ってますね。でもすごくいい香り、タレのいい香りがしてるんですよね。いただきます。うん、サクッとした衣の中からプリッとしたエビ、これはたまりませんね。でこの甘辛いタレがしっかりかかっていて、でもしつこくなくってとっても美味しいです。ありがとうございます。これは女性でもペロッと食べちゃいそうですね。そうですね、皆さん、うん、お年寄りの方でも皆さん召し上がっていただけるように、うんうんうん、このサクッとした食感がまだ残っているのが嬉しいですね。うんうん、お蕎麦も天丼もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。最後にやってきたのは荒川7丁目停留場近くの荒川山吹ふれあい館。屋上にとっておきのものがあるということで見せていただきます。じゃあどうぞ。はい、ご案内いたします。何でしょう。どうぞ。ありがとうございます。こういう風に屋上がなってるんですね。屋上はお庭みたいになってるんですね。はい、なんだか緑のつぼみですかね。まだつぼみまではたくさん出てますけど、こちらは一体、これは、はい、10月の末におじいちゃんおばあちゃんと、うん、一生懸命植えたチューリップなんです。これチューリップなんですね。はいはい、この小さいつぼみのようなものが、うん、もう少し春頃になると30センチぐらいまで行って、うん、綺麗なお花になるんですね。この綺麗な春を感じるチューリップの鑑賞会を4月の9日から15日までやります。で、14、15土曜日、日曜日は、2階で抹茶サービス、子どもたちの抹茶のサービスがございますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。その頃には色とりどりのチューリップが満開になってるんですね。はい、楽しみですね。今から春が待ち遠しいですね。はい、今回の街歩きはここまで。およそ3時間かけて停留場周辺のおすすめスポットを巡りました。今回の都電で街歩き、荒川2丁目そして荒川7丁目のあたりを歩いてきました。随所に春の訪れを感じることができましたよね。社会科見学スポットもあって勉強になった一日でした。皆さんもお出かけしてみてはいかがでしょうか。それではまた次回、杉の停留所でお会いしましょう。